あ、今始まったかな。はい、今ちょっと始まりました。ごめんなさい。ちょっと遅くなって、何か少しですね、戸惑いました。すいません。ハレリア、こんばんは。こんばんは、ハレリア、アメン。こっちの方の画面もちょっと直さなきゃいけないし。ハレリア、なんない。はい。ハレリア、アメン。いろいろ最初はセッティング大変なんですね。いろいろもうセッティングが大変。ハレリア、皆さんお元気ですか？アメン。アメン。いいでしょ、これ。ね、秋っぽくていいじゃないですかね、これはね。この画像は、一応、著作権フリーの写真なので、安心して使えますが。あ、Qちゃん、YouTube で屋根配信拝見しました。あ、そうなんですよね。今まで外配信がね、録画ができなかったんですが、まあ、YouTube がですね、2、3日前から、15分以上、録画ができるようになりまして、一応、ニコ生ですね、タイムシフトを1週間見れますけども、一応 YouTube の方で本格的に録画しようと思っておりますので、皆さん、もしですね、ライブを見損なっても、YouTube で見ることができますので、スティカムとユーストリームでも見れますが、画像は YouTube、世界で YouTube は世界で人気？いや、音がずれてた。あ、そうなんですよね。YouTube はね、なんか音がずれてるので、原因はちょっとわかりませんが、音がずれておりまして、それちょっと困っております。はい。どうしたらいいかちょっとわからないんですが、そのうちまた原因がわかったらと思っておりますが、はい。それではですね、評価下げてきた。評価上げてください。評価上げてくださいね。そうですね。今日は9月の27日ですね。27日。あさってがロシアハシャナですね。もう繰り返し言います。ロシアハシャナはイスラエルの、お正月ということで、今日はある意味では大晦日？晦日？あ、明日が大晦日だね。今日は晦日ですね。イスラエルでは晦日。で、明日は大晦日になりますね。大晦日ね。新しい年が来る。新しい時代が来る。新しい世界が来る。ね、お正月。お正月は天国を表し、イエス様の再臨を表し、リバイバルを表します。日本にもですね、もうすぐ春が来ます。本当の春ですね。リバイバルですね。Qちゃん、カリスマ派ってカルトって本当ですか？いやいやいや。カリスマ派が主流ですね。世界の主流ですね。もうキリスト教といえばカリスマ派ですね。皆さん、ぜひ、人工的に、見てですね、プロテスタントの主流がカリスマ派ですから、まあ、世界のキリスト教といえばカリスマ派ですね。はい。皆さん、ぜひ、カリスマだと言ったらバカにされた？ね、英語ではね、カリスマ派って言わないんですね。英語ではね、ペンテコスタルって言うんですね。ペンテコスタルと言わないと、通じませんね。ペンテコスタル。はい、それではですね、昨日ですね、ある方に質問がありまして、今、国連にパレスチナが国連加盟の申請をしました。で、それに対して私は、それに反対ですということを昨日言ったんですが、後で説明しますと言って、時間がちょっと忘れててですね、説明できなかったので、今ちょっと言わなきゃいけないんですが、なんて言ったらいいかな。要するに、旧約聖書の予言によるとですね、聖書によると、あの辺のパレスチナ地方は、イスラエルに、
あげるという神様の計画がありますね。で、アブラハムの神様とアブラハムの契約も、またモーセとの契約もダビデとの契約も、結局ですね、神様はイスラエルを、その救ってですね、パレスチナ地方をカナンの地、カナンの地というんですが、そこを神様が与えるというのが契約なんですね。だから私たちはその神様、すべてのものは神様のものですからね、すべての日本も神様のものだし、パレスチナ地方も神様のものなんですね。ですから神様がイスラエルにカナンの地を与えるよ、パレスチナ地方を与えるよって言ったら、それは神様の権利があるわけですね。そういうことで、私たちは神様中心の考え方をしますね。神様中心。だから神様が、そのイスラエルに与えるっていうんだったら、それは神様が決めることですね。そういうことの中で、パレスチナの国ができるのは良くないんだよということですね。ぜひどうしてもですね、この人間的に考えたり、この世的に考えるとわけは分かりません。人間的に考えるのではなく、神様中心で物事を考えるんですね。神様のものなんですから、ね、地球は神様のものなんですよ。全部神様のものですね。神様が全て決めるのですね。神様中心です。神様中心ね。まあ、そういうふうに考えないと、なかなか、今現在のその世界の状況というのは目に見えてきませんね。まあ、国連はですね、国連はまあどっちかというとパレスチナ寄りですよね。パレスチナ寄り、まあ、アメリカだけがですね、アメリカだけがイスラエル寄りなんですが、まあ、それはいろいろ理由がありますね。アメリカにユダヤ人がたくさんいるということも言えるし、またクリスチャンがたくさんいるということも言えるし、アメリカはイスラエル寄りですね。日本もですね、アメリカに追随しててよかったと思うんですが、もしかしたら日本はですね、賛成に回ってしまうかもしれませんが、神様は神の御心を、行ってほしいということで、私たちは旧約聖書にはっきりとイスラエルは神の選びの民であり、神様が愛している国だと書いてあるわけですから、私たちはもちろんイスラエルだけがその重要な民族ということではありませんけれども、神の御心は、イスラエルが救われることだということですね。そういうことの中で皆さん、ぜひ、イスラエルを応援してください。イスラエルはまだね、クリスチャンの国じゃないんですよね。イエス・キリストはユダヤ人の王であり、イスラエルの神様であるにもかかわらず、イスラエルがイエス・キリストを受け入れてない、信じてないというところに、現在の悲劇があります。先に異邦人であるユダヤ人じゃない人たちの方がかえってイエス・キリストを信じて救われてしまったという、先のものが後になり、後のものが先になるという、そういう現象が起きています。しかし、ローマ11章にはこう書いてありますね。それは神の知恵だと書いてありますね。神の知恵というのは、ユダヤ人の不信仰によって異邦人が救われ、異邦人の祝福を見てユダヤ人が妬んで、救われていくという、そういう神様の知恵だそうですね。そういうわけで、聖書を見ると世界の歴史が見えます。聖書を見るとこれからのスケジュールが分かります。皆さん、世界の歴史をですね、信仰的に見るとワクワクしますね。神様の計画がどんどん行われています。神様の予言が成就します。神様の約束が成就します。クリスチャンは神様の御言葉が必ず成就する、神様の約束が必ず成就すると信じます。そういうことの中で、私たちは聖書を通してこれからの世界の動きを見ることができます。皆さんも、その聖書によって、その世界のこれからの在り方をぜひぜひ理解して、この祈ってほしいと思います。はい、今日のテーマはですね、
今日のテーマは、ちょっとテーマ忘れちゃいました。いつもテーマ忘れちゃうんですね。人を恐れることはないんです。それより神を恐れましょう。人を恐れることはないんです。それより神を恐れましょう。いいですね。人を恐れることはないんだよということですね。はい、皆さん、誰か人を恐れてる人、誰かを恐れていると恐れている人、手を挙げてください。人を恐れてる人、誰かを恐れてる人、手を挙げて。私が怖い、私が怖い、なんで私が怖いんですか。人が怖い。はい、意外と人を恐れてる人多いですよね。対人恐怖症とかね、それから何ですか、人を恐れてる、人の目が怖いとかね、そういう人を恐れてるということ、そういう人がたくさんいると思いますね。特にひどいことされたりね、暴力を振るわれたりすると人が怖くなるのではないでしょうか。今ですね、DV が増えてですね、もう本当にこの親が怖いとか大人が怖いという子どもたちが結構多いんじゃないかなと思いますね。不登校もそうですね。不登校も、友達が怖い、先生が怖い、もう学校行きたくない、ね、もう人が怖いということで、会社でもね、会社でもパワハラで、もう会社行きたくない、上司が怖い、同僚が怖いという人も結構いるんではないでしょうか。人が怖い時代ですね。人が怖い時代。で、サタンはですね、サタンは恐れを持って私たちを、このコントロールしますね。恐れ。恐れというのは、恐れというのはサタンの常套手段ですね。これをぜひぜひ言ってください。世の中も結局恐れで脅される社会ですね。会社ではですね、会社でお前をクビにするぞ、ね、もう給料やらないぞと脅します。学校ではですね、偏差値を落とすぞとかですね、内申書を出さないぞとかですね、学校でも脅しがありますね。家庭でもですね、脅しますね。家出て行けとかですね、もう食べ物あげないぞとか言ってですね、脅します。世の中っていうのは脅しで人をコントロールしますね。私も脅してる私も脅してる。ぜひ皆さん、この世の中はサタンの世界で、脅しというツールで人々をコントロールする。ぜひ、そういうふうに偏差値で落とす偏差値で落とすことできるのか。そういうわけで、世の中っていうのは脅しで人をコントロールするんだよということですね。一番いい例はヤクザですね。ヤクザがですね、ナイフとかですね、ピストルで人を脅します。大きな声で怒鳴って人を脅しますね。強盗もそうですね。強盗も人を脅して強盗します。銀行強盗もですね、ピストルとか、ナイフで人を脅して強盗します。世の中はそういう脅しの社会ですね。脅しの社会。ですからそこでイエス様が言われたのは、恐れてはいけない、人を恐れてはいけないということですね。この世の中はその脅しで、サタンが脅してるけれども、イエス・キリストを信じる人たちはもうサタンに脅されることはないんだよ、サタンで脅されることはないんだよということですね。じゃあ早速御言葉いきましょうかね。御言葉読んだ方がいいですね。はい、御言葉読みます。はい、読めるかな、読めますか。弟子はその死に勝らず、
しもべはその主人に勝りません。弟子がその主のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶくらいですから、ましてその家族のもののことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の髪の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。アメン、アメン。まずですね、そうですね、弟子はその主に勝らず、しもべはその主に勝りません。私たちはイエス様の弟子ですからね、イエス様を超えることはできないけど、イエス様のようにはなれるということですね。それから、覆われているもので表されないものはない、隠されているもので知られずに済むものはありません。すべてのことが公になりますね。すべてのことが開かれます。ですから皆さん、隠し事をしても必ず、表される、暴露されますので、神様に対して隠し事がないようにしましょうね。神様に対して全てが明らかですから、神様に隠し事がないようにしなければいけません。それから、体を殺しても魂を殺せない人などを恐れてはいけません。魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。ゲヘナってのは地獄のことですね。地獄のことです。だから人間はですね、体を殺せるかもしれないけども、魂は殺せないよということですね。もちろん体だって殺されるのは嫌かもしれませんが、体を殺されるのは嫌かもしれないけど、魂は人間には殺せないんだよということですね。で、一番怖いのは、体も魂も、共に地獄で滅ぼされることが怖い。それが怖い。だからクリスチャンは体が殺されるかもしれない。しかし魂が地獄に行かないように行かなければいいんだということですね。つまり天国に行くんだよということですね。天国に行くんだから人を恐れなくていいんだよ。神様を恐れよ。神様を恐れなさいということです。で、スズメもですね、1アサリオンっていうのは本当に100円か200円か分かんないんですけど、本当に安い値段でスズメが売っています。そのスズメもですね、神様の許しがなければ死なないから、神様の許しがなければスズメさえ死なないんだから、あなた方はもっと優れたものだから、神様の許可なしにあなた方は死なないんだよ。いくらヤクザが殺そうとしてもね、強盗が殺そうとしても神様の許可がなければ死なないんだよということですね。信じますか？信じますか？もしそれを信じることができるならば人を恐れなくなりますね。神様の方が人間より強いんだ。神様がその許可がなければ人も殺せないんだということを信じることですね。そうすることによって私たちは人を恐れなくなるんだよ。人を恐れなくなるんだよ。強い心になれるんだよということですね。27節でですね、
あなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさいとありますが、まあこれはですね、あの聖霊様が何かね語ってくれて、予言かなんか語ってくれて、まあそれをみんなに告げなさいということなんですが、まあ私ニコ生でこういうふうに喋ってるということはこれじゃないかなと思うんですね。つまり私が耳元で聖霊様から聞いたことを、ニコ生で言い広めてるというね、屋上ではないんですが、屋根ではないんですが、屋根配信は屋根からやったかもしれませんが、ニコ生で神から聞いたことを、この言い広めてるということですね。ですから、私が神様から学んだこと、聞いたことを皆さんに、この言い広めてるということですね。それから私を人の前で認める者は、私も天におられる私の父の前でその人を認めますと書いてあります。私はニコ生でイエス・キリストを認めたいですね。皆さんの前でイエス・キリストを認めたいです。イエス様は素晴らしい方である。イエス様は神の子である。イエス・キリストは救い主であると私は宣言しています。それは人の前で認めていることになります。マダムゴマさん、こんばんは。皆さんこんばんは。旧牧師ハレルヤ。サタンの脅し方って愚かなものが多いような。個人的には小鳥は好き。教会の小鳥さんたちをよろしく。教会の小鳥さんたちのお世話も一生懸命やってるのは神様に隠し事をしたくないから。マダムゴマさんのコメントですね。神様に隠し事をしたくないからね、鳥さんたちのお世話も一生懸命やってるということですね。聖書にですね、何事も主にその向かってするようにしなさいという御言葉がありますね。私たちは、この人がいようといないと、誰かが見ていようと見てないと、イエス・キリストに向かって何事でもしなさい、つまり誠実にしなさいとかね、正しくしなさいとか、そういう感覚なんでしょうか。皆さん、誰に対しても主にね、主にするように、主っていうのはイエス様ですね。主にするように他人に接しましょう。何事も主に仕えるように、仕事をしましょう。私たちは正々堂々と、神様がいつも見てるんだ、いつでも神様が見てるんだっていうことの中で、私たちは、神の、見舞いで生きてるんだ。隠れて生きてるわけじゃない、ね、裏街道で生きてるわけじゃない、日陰で生きてるんじゃない、ね、隠し事をしながら生きてるのではない、正々堂々と神の御前で生きてるんだ。イエス・キリストを信じる兄弟姉妹の皆さん、私たちは神の御前で生きているんです。神と共に生きているのです。いつもですね、光の中に生きてるんです。光の中で生きてるんです。ですから、いつもオープンな心で、正々堂々と隠し事がないように行きましょう。ごまさん、教会のこそり、あ、これさっき読みましたね。はい、そういうことですね。人を恐れないっていうのはとても楽ですよ。やっぱりね、恐れっていうのはね、恐れっていうのは怖いですね。怖いっていうか、重いと言ったらいいか、苦しいと言ったらいいか。やっぱり恐れのある人生、恐れあるの心っていうのは良くないですね。で、恐れというのはいろいろ恐れがありますね。人を恐れるということだけじゃないかもしれません。病気を恐れるとか、それからお金のことで恐れるとか、いろんな不安、恐れがあります。で、皆さんはそういう恐れが、私入信希望です、アメン、素晴らしい。そういうわけで、その多くの人は恐れの中で生きていますけども、イエス・キリストを信じる人たちはだん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 恐れがなくなってきます。恐れが減ってきます。人も恐れない、お金のことでも恐れない、病気も恐れない、将来を恐れない、何も恐れない、いいですね。恐れのない人生、素晴らしいですよ。恐れのない心、素晴らしいですよ。皆さん、慣れますよ。恐れのない人生、慣れますね。恐れのない人生なれます。もういつも満たされた気持ち、
平安な気持ちいいでしょうね。誰かが脅してもね、脅される必要はないんです。誰かがネガティブなことを言っても恐れることはないんですね。多くの人は恐れの中で人生終わってしまいます。もう子供の時から老人まで恐れて恐れて恐れて人生が終わってしまいます。そんな人生はいい人生とは言えないでしょう。恐れのない人生、希望に満ちた人生、それが本当の人生です、ね。そんなこと無理だよ、キューチャー、そんなことありえないよというかもしれませんが、いいえいいえ、できるんですよ。隠し事も罪の一つなのかな。隠し事がなければ恐れずに生きていける。そうですね、神様はもうすでに知っていますから、隠すことができないんだよということですね。神様は全部知っています。私たちの心の隅々までもうすでに知っています。過去も知っていますね。私たちが言葉に出さなくても私たちの心を知っているんです。だからそのことを皆さんが、そうか、嘘ついたってダメなんだ、隠したってダメなんだ、神様は全てお見通しなんだ、そういうことを理解すれば、皆さんはもう神様に対して、心を開かざるを得なくなると思います。ぜひ皆さん、皆さんの心を、神の前でこの開いてください。神様の前で自分の心をこの伝えてください。もうすでに知っていますが、神様、あなたは私の心をご存知です。あなたは私の心をご存知です。私の心を清めてください。私の心を清くしてくださいと、そのように祈るならば、皆さんの心は光によって清められると書いてありますね。神様に申し開きすれば、神様に悔い改めれば、私たちの心は清くされます。ですからぜひぜひ皆さん、皆さんの心をイエス様に向かって、開いてください。開いて自分の心をさらけ出してください。さらけ出せば、皆さんから恐れがなくなり、不安がなくなり、また隠し事がなくなっていきます。こういう御言葉がありますね。今思いましたけど、第一ヨハネ一章ちょっとこういうふうに見せなきゃダメかな。これじゃ見れない、これじゃ見えないのかな。合成の中でこのことやっても読めないかもしれない。ちょっとこれじゃ読めないね。ちょっとこれ無理だね。じゃあ私読みましょう。こう書いてあります。第一ヨハネ一章にですね、一章五節ですね。神は光であって、神のうちに暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真に行っていません。神様は光であって、神様のうちに暗いところが少しもない。それから私たちも光の中に、歩みなさいということですね。そして、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。皆さん、クリスチャンは神と共に歩んでいるんですが、私たちも兄弟姉妹と交わり、光の中を歩みます。兄弟姉妹の方々、多くの人たちは闇の中を歩んでますが、私たちは光の中を歩みます。マダムさん、今日の放送内容は特に心に響きます。ハレルヤ、ありがとうございます。皆さん、
ちょっとこうバックいいですね、バック、こう光がね、こう神は光だって、なんかあそこに神様がいるみたいで、バックに光がありますが、その私たちは光の中を歩みます、光の中を歩みますね。私たちは闇の中を、以前は闇の中を歩んでいました。しかし今私たちは光の中を歩んでいます。皆さん、これからも光の中を歩みましょう。光の中を歩みましょうね。光の中で歩みましょう。兄弟姉妹と交わって光の中を歩みましょう、ね、それが信仰ですね。それが信仰ですね。はい、それでは明かしタイムいきましょうかね。明かしタイム、今日は何がいいかな。明かしタイム、ですね、はい、出てこない？あ、出てきた。はい、それでは明かしタイムいきましょうかね。何明かしタイムがいいかな。もっといろいろこうね、放送を面白くするアイデアが必要ですね。何かあの放送を面白くするようなアイデアがあったら教えてくださいね。まあ、今日はエビ明かしに行きましょうかね。はい、じゃあ皆さん、エビ明かしお願いします。エビ明かしね。自分面白い。以前万引きをしていた、今万引きをやめられた。以前酒を浴びるように飲んでいた、今禁酒した。以前うな放送、今急放送。以前対人恐怖症、今放送を聞いて癒された。以前家族がバラバラ、信じたら一日中爆笑している。以前対人恐怖、今神様恐怖。以前自分の手しか信じれなかった、今人を信じれない。ん、以前悪米していた、今良い米している。以前家庭崩壊だった、今回復しつつある。以前悪米職人、今敬虔な味噌職人。以前気絶していた、今生き返った。以前アンチキリスト、今キリスト様ファンクラブ会員。以前父を殴っていた、今父親と教会に行くようになった。すごい。イエス様を信じていなかった、今イエス様を信じて心が楽になった。以前弟をいじめていた、今弟を許し一緒に寝ている。以前は通報中、今反省中。通報中。13年前、妹にいたずらしてしまった。どうすればいいんですか？悔い改めてください。悔い改めたら、イエス様が許してくれます。イエス様に悔い改めてください。
以前韓国が大嫌いだった、今韓国人の友達に過去のことを謝罪した、アメン。以前不登校だったが今は引きこもりニート。大丈夫ですよ、イエスキリストを信じれば大丈夫です。毎日感謝の気持ちを怠らない。以前ひねくれ者、今ちょっとひねくれ者。以前韓国をディスっていた、今日本人の方が悪だと気づいた。以前キリストに興味なかった、キューちゃんの放送を見て興味が深くなった。以前人見知り、今は人大好き。以前合成を受け付けなかった、今合成が楽しみになった。以前キムチが食べれなかった、信じたら犬でも食べれるようになった。犬でも食べる。以前はエロ本読んでいた、今聖書を読んでいる。ハレルヤ。以前は子供に暴力を振るっていましたが今は刑務所。以前はチャイコフスキーのファン、今イエス様のファン。以前は二次元、今三次元。以前はくるくる寿司、今イエス様踊りでクールクル。以前は漫画本、今は聖書を読んでいる。以前は部屋にエロ本ばかりあった、今全部川に捨ててきた。すごい。以前神様愛していた、今神様だけ愛している。以前は日本人を愛していた、今世界人類を愛している。世界の中心で愛を叫ぶようになった。70ぐらいだと思ってたら実際は60だった。キューちゃん、偶像崇拝していた、今お祈りしています。以前コーランを読んでいた、今聖書オンリー。イエス様を信仰するようになりました。以前はカツアゲをしていた、今とんかつになった。以前はあっちゃん派、今カリスマ派。今はアーメンばかり言っている。イエス様を信じたら実家から連絡が来なくなりました。以前はコーラを飲んでいた、
今聖書を読むようになった。以前悪米ばかりしていた。今信仰米しかしなくなった。実家がお寺なんですが、クリスチャンになりたいです。なれますよ、なれますよ、そういう人いますよ。お父さんがね、お坊さんなんだけど、クリスチャンになった方がいます。以前は悪魔のキューピー、今はキューちゃん牧師。キューちゃんの放送を見ないと鬱になります。アメン。以前は他人に悪口ばかり言っていた。今はイエス様を信じて悪口を言わなくなった。アメン。素晴らしい。以前はうつ病だった。この配信を見て笑いが止まりません。どうやったらクリスチャンになりますか？後でお祈りしますからアメンと言ってください。男女の愛がまやかしという教えはすごくハイレベルなのかもしれない。ハイレベルなんですよ。ハイレベル。ハイレベル。神様のレベルですからね。キューちゃんの放送を見てから働かない勇気が持てるようになりました。キューちゃんのを見てると食欲を増進します。165の120キロはちょっと重いんじゃないかな。はい、じゃあ終わりにしましょうね。はい。以前はハレルヤだった。今さらにハレルヤ。アメン、すごい。以前は友達が一人もいなかった。今、イエス様だけが友達です。ハレルヤ、アメン。キューちゃんを見てると生きる勇気が湧いてきます。はい。じゃあ、証ありがとうございました。素晴らしい証です。もう本当に証を見るのが楽しみですね。皆さんは放送が楽しみかもしれませんが、私は証が楽しみですね。証が楽しみ。やはりですね、イエス様によって変わる、信じて変わる、心が優しくなる、人が優しくなれる、いいですよね。ごまさん、昔は礼拝が苦手でした。今は礼拝にワクワクします。今日の放送はさらに油注ぎが増し加わっています。ごまさんの証ですね。皆さん喜びましょう、喜びましょう。以前はですね、失われていました。しかし今私たちは見つけられたのです。今は真理のお方を知ったのです。素晴らしい方を知ったのです。最高の方を知ったのです。この方以上のものはありません。この方以上のものはないんです。イエス・キリストが最高です。イエス・キリストが最高です。このお方に勝る名前はありません。このお方が最高のお方なんです。最高のお方なんです。皆さん、私たちは最高のお方を知ったんです。これ以上の方はいないんです。これ以上の方はいないんです。皆さん、私たちは最高のお方を知ったのです。また知られたのです。また関係を持てたのです。この方に愛され、またこの方を愛しているのです。皆さん、最高のお方です。最高のお方です。最高のお方です。この方を知るということがどれほど栄光に富んだことなのか、この方とこの方を信じることができるようになったということがどれほど素晴らしいことなのか、皆さん、私たちはもっともっと知っていくことができるでしょう。皆さんは今知りつつあります。知りつつあります。皆さんはいろんな方々の証を聞いてイエス様の素晴らしさを今知りつつあるんです。私も知りつつあるんです。
この方以上の方、この方以上のものはないんです。最高の方です。最高の方です。そして私たちはそのお方と共に歩んでるんです。以前の人生とは全く違うんです。以前の人生とは全く違って、私たちは本当に、素晴らしい命の中で生きることが許されています。まだ完成じゃないかもしれません。完全な救いじゃないかもしれません。天国行くまで忍耐が必要であり、天国行くまで私たちは、この世の悪、人間の悪、悪魔と戦わなければいけないかもしれません。しかしそのような状況でも私たちは圧倒的な祝福と圧倒的な希望を持つことができます。皆さん、イエス様が再臨される時まで私たちは、しばらくの間、苦しみの中を歩まなければならないかもしれません。私の目にはあなたは高価でとってたっとい、私はあなたを愛している。皆さんが、この放送に来てくださって熱心に学んでいることは素晴らしいことであり、イエス様ご自身が喜んでいます。イエス様は皆さんを成長させたい、皆さんに真理を教えたいのです。イエス様は皆さんを愛しているから、皆さんを強くしたいのです。イエス様は皆さんのその成長を本当に期待しているんです。悪魔に騙されて、弱くなることを望んでいません。悪魔に騙されて神様に敵対してほしくないのです。イエス様は皆さんの信仰を喜んで、皆さんをもっともっと強いものにしたいのです。神様は皆さんを用いて皆さんを通して神の栄光を表し、神の愛を表したいのです。そのために皆さんが神様に用いられる器として訓練され、成長してほしいのです。御言葉によって成長します。御言葉によって訓練されます。皆さんはあらゆる真理を学ぶことによって、この世の嘘、この世の悪、この世の愚かさに対して、そういうものを退けて賢く生きることができます。多くの人は、意味のないことで苦しみ、愚かなことで苦しみ、罪によって苦しみますが、皆さんはそういうもので苦しむことがないように、皆さんは霊的な大人になって賢く生きてほしいと思います。皆さん、本当にこのように毎晩のように一緒に学べることを本当に私も喜んでいます。感謝します。皆さんが誠実に耳を傾け、本当に心から学んでおられることを本当に感謝しています。主に感謝しています。皆さんの信仰を心から主に感謝しています。そして皆さん一人一人が本当に信仰に励むことを心から祈っています。お互いに祈り合うことが必要です。私も皆さんのために祈りますが、皆さんも皆さん同士のために祈ってください。たくさんの方降りてくれました。ありがとうございます。リスナーの方々、兄弟姉妹の方々、どうぞ他のリスナーのためにも祈ってください。私たちは祈り合うということができるんです。互いに祈り合うならば互いのためになります。互いに祈り合うならばお互いに守られます。ぜひ皆さん、主にあるものとして、兄弟姉妹として、神の家族として互いに祈り合って祈り合いましょう。そして互いに一つになりましょう。信仰において心を一つにし、愛において一つになり、希望において一つになり、志において一つになるのです。私たちは、以前は罪によってバラバラでしたけれども、今は信仰によって一つになろうとしています。主にあって一つになろうとしています。私たちは、イエス・キリストの体であり、互いに器官であり、互いに、協力して、生きることができるのです。このニコ生を通して、クリスチャンの方々が一つになれるというのも、これは不思議なことです。神様が与えてくれた良い機会ではないでしょうか。私のためにも祈ってください。私も弱い罪人、私も本当に足りないものであります。皆さんの祈りがどうしても必要です。皆さんの励ましが必要です。お互いに必要なんです。お互いが必要なのです。私たち一人一人が大事な、先ほどの御言葉にあるように、
高価でたっとい。皆さん一人一人は高価でたっとい。皆さんは世界中70億人今いるそうですが、70億人の中で皆さんは一人一人は一人一人、皆さん一人しかいない。皆さんは同じ人は誰もいない。皆さん一人は一人なんです。皆さん一人一人が尊いのです。尊いのです。尊いのです。高価なのです。お互いに尊いのです。神に似せて作られたものであり、イエス・キリストに買い取られたものであり、イエス・キリストの 血を注がれたものとして、神の子供として尊いのです。互いに尊び合い、互いに使い合い、愛し合うことができるのです。それが神の国です。それが神の国です。この世とは全く違います。この世はけなし合い、足を引っ張り合い、なじり合い、傷つけ合って苦しむ世界です。しかし神の国はその反対なんです。神の国はこの世と全く反対なんです。イエス・キリストにあってそれが可能なんです。皆さん、神の国を求めましょう。神の国を求めましょう。この罪の世界、暴虐に満ちた世界の中で、私たちは世の光として、地の塩として愛し合うことができる、神の国を表すことができるのです。皆さんの信仰によって、皆さんの愛によって、神の国を表すことができるのです。アメン。アメン。エゴマさん、旧牧師、私のコメント無理をして全部読まなくていいですよ。他の人のコメントが好きなので。あ、そうですか。読んでしまいました。はい。皆さん、一日一日、時代が過ぎています。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。私たちは、神の国に近づいています。リバイバルに近づいています。イエス様の再臨に近づいています。神様の栄光に近づいています。以前は滅びに向かっていて、地獄に向かっていました。以前は悪い運命でしたけれど、イエス・キリストにあって、私たちは運命が変わったのです。地獄から天国。地獄から天国に変わったのです。私たちの運命は祝福です。私たちの運命は、永遠の命です。皆さん、喜んでください。イエス・キリストにあって私たちは滅ぼないで済むのです。イエス・キリストにあって私たちの将来は、誉れと栄光なんです。イエス・キリストに報いを受けるのです。ぜひ皆さん、この信仰を保ってください。この信仰を保ってください。信仰からそれることがないように。イエス・キリストにとどまってください。イエス・キリストの御言葉にとどまってください。光の中にとどまってください。兄弟姉妹の中にとどまってください。油注ぎの中にとどまってください。神の愛の中でとどまってください。栄光の一度栄光を味わって、また、この世的に戻ると、本当に大きな罪を犯すと書いてあります。皆さん、神を味わい、神の栄光を味わい、神の愛を味わったならば、もう、あの虚しい騙し事の、この世の考え方に戻ってはいけません。聖書によると、豚が自分の吐いたものに戻って寝転ぶというような、御言葉があるんですが、私たちは、記憶されたものですから、もう、汚れた世界に戻ってはいけません。汚れた世界に戻ってはいけません。私たちは清く生きるべきです。この世の汚れから自分を守り、心も体も清く保って歩むのではないでしょうか。神様、僕はニートでも生きていいんですか？もちろんですよ。もちろんですよ。もちろんですよ。ニート万歳です。ニート万歳です。ね、時間があり、そして神様を知ることができるじゃないですか。この放送を見ることができるじゃないですか。祈る時間があるじゃないですか。聖書を読む時間があるじゃないですか。皆さん、ね、この世の価値観と違うんです。神様の価値観は、
この世の価値観とは違うんです。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。招きをしましょう、招きをしましょうね。人を恐れることから解放されたい、もう人を恐れなくなりたい、人を恐れなくなりたいと思う人、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて恐れから解放されたい人、アメンと言ってください。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 アメン。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 天の父様、以前は恐れがありました、以前は心配がありました。サタンが与えた恐れ、人を恐れる恐れでした。しかしその恐れによって苦しんできましたけども、イエス様はその恐れを取ってください。恐れを取ってください。人を恐れる恐れを取ってください。この世の恐れを取ってください。サタンの与えた恐れを取ってください。リスナーから取ってください。人を恐れません、人を恐れません、人を恐れません。恐れを去れ、イエス・キリストの皆によって命じる。恐れを去れ、リスナーの方々から恐れを去れ、恐れの悪霊を去れ、恐れを去れ、恐れを去れ、恐れを去れ。イエス様、平安をください。恐れの代わりに平安をください。平安をください。平安をください。イエス様、リスナーの方々に平安が満ちますように。恐れではない、恐れではない。平安、天国の平安、神様の平安をください。神様の平安をください。もう人を恐れません、人を恐れません。神を恐れます、神を恐れます。平安をください、平安をください。恐れではなく平安をください。リスナーの方々が平安の日々を送ることができますように。わしが空を飛ぶように、わしが空を飛ぶように、リスナーの方々が平安のように空を飛ぶことができますように。空を飛ぶような平安がありますように。広くて大きな世界を自由に、自由に生きることができますように。あらゆる束縛がなくなりますように。恐れがなくなりますように。リスナーの方々を祝福してください。リスナーの方々を、あなたの愛で包んでください。あなたの愛で包んで、過去の様々な傷を癒してください。心の傷を癒してください。あなたの血潮によって、血潮によって、リスナーの心の傷を癒してください。傷を癒してください。癒してください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。アメン、アメン、アメン。皆さん、自由ですよ。イエス・キリストにあって自由ですよ。喜びましょう。喜びましょう。イエス・キリストを喜びましょう。救われたことを喜びましょう。恐れがなくなったことを喜びましょう。自由に行きましょう。自由に行きましょう。おやすみなさい。シャローン、シャローン、おやすみなさい。また明日お会いしましょう。シャローン、シャローン。シャローム、シャローム、アメン、アメン。はい、ありがとうございました。マダムさん、ありがとうございました。はい、それじゃあ、また明日お会いしましょう。シャローム、シャローム、シャローム、シャローム。